皆さんこんにちは、本日のレッスンは3番ウッド、またヘアウェイウッドについてレッスンをしていきます。この3番ウッドで、ティーショットの際に、安定したショットをですね、方向性を安定させるための、練習方法、考え方についてレッスンをしていきます。まず3番ウッドやヘアウェイウッドをティーショットで使う際はもう飛距離を出さなくてもいいってことをしっかりと頭に入れてください。ドライバーで打たないと決めたなら3番ウッドの方が距離が出ないので飛ばそうという気持ちは捨ててください。どうしても見ていると3番ウッドを持って打っていく際に力が入りすぎてしまって方向性が安定していない方が多いです。これですと3番ウッドを選んだ理由がなくなってしまいます。なので方向性を安定させるということを重点に置いて練習をするようにしてください。ここで意識していただきたいポイントはアドレスで作った左腕の角度を大きく動かさないということを気をつけて練習をしてみてください。この角度が変わらなければフェイス面の向きは変わりません。このシャフトライン左腕の角度、実際はコックが入ってくるんですけども、ここで意識を変えない意識を持つということが大切です。ここで左腕の甲が、上を向いてしまえばスライス、また甲が下を向いてしまえばフックといったミスになってしまいます。この甲の向き、この左手の角度意識しながらバックスイングを使っていきます。この角度で変わっていない、このポジションからダウンスイングは体で打っていきます。手先を使わないようにボディーターンで、ここでまた意識してほしいポイントは中心軸を絶対に動かさないということを意識してください。左手の手首の角度、甲の向き、また中心軸のズレ、この3つを出ないように意識をすることで、方向性は安定していきます。それでは一度この意識を持って練習をしていきます。このように打つことで大きく、ボールを曲げることがなくなってきます。左手甲の向き、角度、また中心軸、意識しながらこの3番ウッドのティーショットしっかり打てるように練習をしてください。以上で終わります。